スノーキーの FX 学校略ボルグ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画ではトラッキングトレード検証動画シリーズということでお話していきますけども、その前にですね、まあ、この前の2つの動画でもお話したんですけども、謎の、YouTube アカウント凍結があってですね、まあ、1週間ほどで解除されたんですけども、もしまたね、そういったことがあった場合、あるいは私が、YouTube から違うサイトに引っ越すあれば、YouTube の中で違うチャンネルに行きますとか、そういうことがある可能性もあるんで、Twitter のフォローもしくは、ブログの方のブックマークお気に入りの追加、ぜひお願いいたします。ということで本題です。シリーズ第11弾ということで、まず25万円で、やっていてですね、その後あまりにも成績いいんで、証拠金を50万円にして、なおかつ法人口座で、始めました。で、まあ、ブログ記事の方ではね、戦略の変更に関してはお伝えしていたんですけども、はい、ちょっともさっきも言いましたけども、YouTube の方、動画投稿できない状態だったんで、ブログだけで更新していました。はい。で、動画の最後にですね、まだトラッキングトレーダーの口座をお持ちでない方向けの、告知があります。ということで、現在稼働中の戦略の一部2つは、設定別損益ランキングというところから選びました。つまり選ぶだけで、同じ設定ができる。あとの2つは、自分で設定しました。はい。ということでね、まあ、ずっと動かしているのがこちらですね。ユーロドルの、買い。はい。ポジション間隔 14.0 と非常に狭いもの。ただしまあ、最大ポジション数は71とね、結構ポジションを持てるんで、かなりの値幅にも、対応できるかなということですね。はい。で、まあ、ユーロドルどう動いたかというと、まあ、そうですね。私が、数出したが、まあ、どこかな、このあたりかな。はい。で、まあ、結構、やっぱこの下げ方で怖かったんですけども、まあ、そこで行ったのが、やっぱり、いい感じに出て、はい。一番利益積み上げていってくれています。で、次が、前回の動画と違うのがこれですかね。ゴールド円が買いから売りに、変わっております。はい。こちらもね、ポジション間隔を少し狭くしましたね。19.8。まあ、前回から言っていましたね。20切るかぐらいがいいかなで、ね、前回確か22ぐらいだったと思うんで、ポジション間隔ね。はい。で、まあ、最大ポジション数56ということは、10円値幅に耐えられるということなんですよ。で、まあ、これ、実際、この日本前の動画でも話しましたけども、やっぱりね、ゴールド円とかニュージーランド円の売りは、スワップポイントが、やっぱちょっと痛い、きついですね。はい。まあ、ただ、上がるか下がるかで、長期的に見てどうなんだっていう風に考えて運用することっていうのが大事だと思うんで、はい。で、まあ、どう動いたかというと、ちょっと上がったんで、ヒヤヒヤはしたんですけども、週末ですね、まあ、米ドル円が下げないっていうこともあったのと、あと、5ドル、米ドルが、ちょっと軟調だったということもあって、まあ、どうなのかなという感じの値動きです。はい。まあ、そうですね、利益積み上げで言うとそれほどでもないかな。で、続きまして、ニュージーランドル円ですね。こちらも、多分前回買いだったと思うんですけども、それも売りに変更して、こちらのポジション間隔、今度は20ピップス、ぴったりにしました。ということはですね、最大ポジション数、57に、しているんで、まあ、10円以上、反対方向に動いても耐えられるっていうことですね。で、どう動いたかというと、こちらはまあ、ゴールド円とよく似た動きすること多いんで、はい、こんな感じで、上がったんですけども、週末は、はい、上髭のついた陰線ということで、まあ、私が、まあ、ベストなのはやっぱり、ここらあたりの、レンジで、揉み合ってくれることなんで、まあ、ちょっと今、一旦上に行っちゃったんですけども、下戻ってきて、ここで揉み合う。ただね、まあ、トランプさん実際大統領になって、これから先ね、まあ、特に米ドル円の方がどう動くのかということが、まあ、はい、これから、先どうなるかに繋がってくるかなと思います。そして、続きまして、米ドル円の、売りですね。これ前回から動かしてましたかね、前回の動画の視点から。はい。こちらはね、まあ、最大ポジション数35、そうですね、7円か。ですね、7円なんで、まあ、125円台より上とか行っちゃうとまあきついんですけど、まあ違う、もっと手前でやばいですね。119円台半ばでももうちょっときついんですけども、まあちょっとね、まあ実際、トランプさん、はい、なって、まあ、119円台半ばということは前回のこの 118.6 か、ここを超えてこないと、まあ損切り始まらないんで、まあ、それを考えるとどうなのかなと。まあ、でも逆にあんまり下にちょっと突っ込んじゃうと、止めたいところなんですよ。本当はね、ここで一旦停止させたかったんですよね。ただやっぱりこの陰線が出たところで、
いや、もう少し下げるだろうっていう気持ちありますよね。なので、この次の日の陽線っていうのが、非常にびっくりしましたね。はい。で、今回の約定履歴なんですけども、どこかな、トランプさんの、大統領就任式、あ、このあたりか。1時半なんで、このあたりですね。で、こうやって見ると、今回結構まばらにね、いろんな通貨ペアで、前まで本当ユーロばっかりだったんですよ。で、今回は、米ドル円が結構入ってきているんで、米ドル円がね、レンジの中で、結構揉み合っていたんで、まあそれがちょっと利益につながったかなと思います。はい。で、現在の口座残高なんですけども、12月15日に、50万円で、法人口座再スタート、そして、約1ヶ月と1週間ですね。で、まあ、8万円弱のプラスになっています。はい。まあ、前回と比べてもまあ、そうですね。やっぱり、まあ、イベントがあったりとか、あるいは、よく動いた週だったんで、そういった意味では結構利益が積み増しかなと。ただ、含み損がね、結構大きいですね。最近にしては。最近数千円というのが多かったんですけども、まあ、2万5千円ぐらい、含み損あるんで、これなぜかっていうと、安いところで、売ってるからです。はい。米ドル円もそうですし、ゴールド円、ニュージーランドドル円も、売ってから上がっちゃってるっていうところがあるんで、そのあたりが含み損になっています。まあ、これがね、まあ、米ドル円が下がれば、それに、まあ、連動して動いて、含み損は解消されて、まあ、利益に変わっていくんですけども、実際そうなるかどうかはわかりません。というところです。はい。ということで、この後は、トラッキングトレードの講座をまだお持ちでない方向けの告知です。トラッキングトレードが利用できます FX ブロードネットさんと、スノーキーのブログ限定タイアップキャンペーンというのを開催しております。はい、そちらのバナーからの新規口座開設と、3万円以上の入金で FX 取引はしなくってもですね、ブロードライトコースなら図書カード1000円分、ブロードコースなら図書カード3000円分がもらえます。で、上のコースがこれ1000通貨用のコースで、下のコースが、1万通貨用のコースなんですけども、まあ仮にこちらを先に口座開設してもですね、すぐに追加でブロードライトコースを申し込みできます。まあなので、まあ、はい、3000円図書カードの方が重要だという方はこちら先申し込み。もう早く始めたいんだという方はブロードライトコースで1000通貨で始めるということができるということですね。はい。ということで、まあ冒頭にもちょっとお話しましたけどもね、ぜひツイッターのフォローもしくはね、ブログの方のブックマークも、お願いいたします。ということで、これ以外にも、週末これ来週の戦略その他のいろいろな投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。